す。す。シー,サーですえ今日は僕が文房具にハマるきっかけになったシャーペンペンテルスマッシュのシーサー限定色についてのご報告動画となりますこちら5月23日に発売となりましたが多くの文房具屋さんでは初日でほとんど売り切れてしまったと聞いておりますご購入いただいた皆様本当にありがとうございました ただ今回買いたいという方のほんの一部の方にしか届けることができず大変申し訳ございませんでした。 先日インスタグラムのストーリーでアンケートを取ったところ買えた方が7%で買えなかった方が81%というほとんどの方が買えないという結果になりまた皆様からのコメントでも買えなかったというご報告を非常にたくさんいただきましたまたフリマアプリでは3000円とか5000円という高額な価格で取引されているのも現状です今回の現状を深く受け止め現在販売元の木寺庄司さんに追加生産のオーダーを発注しています ただ完成は今年の秋具体的には10月末以降を予定しております本当に買いたいという皆さんを長い間お待たせしてしまい大変申し訳ございません今回このようなことが起こってしまった問題点は2つあると思っておりますまず1つ目が製造数が足りなかったというところです 詳しい製造数についてはお伝えできないんですけれども初回製造分のスマッシュもかなりたくさん作っていただいておりましたそれは僕が過去に本を発売したりコラボ商品を発売したりしてその売れ行きを考えるとこの数量を作ればしばらくは大丈夫だろうという計算のもと決定しましたただスマッシュの圧倒的ネームバリューと今回の限定色の完成度の高さを考慮するともっとたくさん作っておくべきでした大変反省しております 今回追加で生産していただくことでより多くの方に買っていただけるかと考えています問題点2つ目は販売店がわからないというところです文房具屋さんを何店舗も回ったのにどこにも売っていなかったというコメントを非常にたくさんいただきました 今回のシーサ限定スマッシュは文房具の卸しをされているキテラ正治さんのオリジナル商品であるため一般販売とは異なりキテラ正治さんより取引先の文房具屋さんに供給されるといった仕組みになっていますそのため取扱いの文房具屋さんにも限りがありこのようなことになってしまいました今回追加生産することで秋に完成するスマッシュは今回よりたくさんのお店で販売していただけるかと思います 今回のシーサー限定スマッシュのお問い合わせに関してはペンテルさんではなくキテラ・ショウジさんの方までお願いしますまた話は少し変わるんですが実は今後僕の公式ストアからもスマッシュを販売する予定でございます実は僕も文房具屋さんみたいな感じで今回の限定スマッシュを仕入れております以前よりお伝えしている通り今後シーサー完全オリジナルの筆記具だったりペンケースのブランドを作ろうと動いております シーサー公式オンラインストアも今後作る予定でございましてそこでも今回のシーサー限定食を何かしらの形でお届けできたらと考えています僕のオンラインストアの方はまだ完成していなくて時期としては今開発中のオリジナルシャーペンが発売される頃ぐらいになると思うので、まあ、時間としては少し先になってしまうと思いますオンラインストアの準備も整い次第改めてご連絡させていただきます僕としては多くの方に適正価格で買っていただきたいと思っております改めまして 今回のスマッシュシーサー限定色のたくさんのご購入、本当にありがとうございました。また大変お待たせする形となってしまい、大変申し訳ございません。ご視聴いただきありがとうございました。